皆さんこんにちは。ニューヨーク在住ヨガインストラクターのマリナです。今日は以前簡単なアメリカの朝ごはんということでオートミールのレシピを私紹介したんです。なんかそこからちょっとコメントをいただいて、オートミールのレシピ他にもないですかっていう質問をいただいたりとかしたので、今日は私が普段朝作っているオートミールのレシピというのを3つ紹介していきたいと思います。オートミールって日本のご飯みたいなものなので、ふやかして食べたり、お粥っぽくしてみたり、ちょっとリゾットっぽくしてみたりっていう料理の仕方をするとすごくバラエティが豊富になって、美味しくこう続けられて食べられるようになるんですね。なので今日は3種類で紹介していけたらと思います。ではレッツゴー。1つ目は、オートミールを使ったクリームリゾットを作っていきたいと思います。まず材料はですね、私は温泉卵が好きなので、まずレンジで温泉卵を作っていきます。卵を割ったら黄身に穴を開けて水をたっぷり注いでレンジで1分チンしていきます。チンしてる間にオートミールの準備です。オートミールはこちらトレーダージョーズで買っているいつものオートミール使っていきます。1人分は2分の1カップ使っていきます。お鍋に入れます。入れたら豆乳も2分の1カップ入れていきます。牛乳でも大丈夫ですが、私は豆乳を使っています。これを弱火で火にかけていきます。はい、弱火で少し火にかけていきます。だいたい 2,3 分くらいかけていきます。オートミールを火にかけてる間に具材を少し準備していきます。何でもいいんですが、今日はお家にこれもトレーダージョーズで買った細いアスパラガス、すでにカットしてあるブラウンマッシュルームがあるので今日はこれを入れたいと思います。このアスパラはなんか普通のものよりもすごい細いので、この太いアスパラだったらちょっと皮が気になるので取るんですけど、これはもう細くてなんかタケノコみたいなんか昔秋田の山で取ったタケノコみたいなので、根っこのちょっと赤くなってるところは歯ごたえがあまり良くないので切り落として、皮は切らずにむかずに入れていこうと思います。かわいい、こういうの秋田のなんか小学校の時とかに、秋田の小学校の裏にある山とかでなんかタケノコみたいなの取ったな。なんかそのくらい細い。分量は適当です。あとブラウンシュガーもこれ切れてるんですけど、ちょっと大きいので切っていきます。そしたら今こんな感じでオートミールが豆乳でふやけてきたので、この中にさっきの具材入れていきます。あ、転がっちゃった。そしたら豆乳を少し足していきます。かなりトロトロになってきました。キノコにも火が通ったと思うので、これで火を止めていきます。ここにさっきチンして作った温泉卵を上に乗せていきます。最後にお好みでブラックペッパーを振っていきます。ということで、オートミールのクリームチーズリゾット完成しました。早速いただきます。あ、もう黄身が割れてる。美味しそう。卵割っていきます。美味しそう、美味しそう。朝からテンション上がる。あ、チーズもすごい伸びてます。うん、かなり満足感のあるレシピになってます。糖質もすごい低い素材でできてるので、糖質オフのダイエットやってる方にもおすすめです。ぜひ試してみてください。今日はオートミールを使った簡単な中華粥を作っていきたいと思います。じゃあ材料ですが、まずオートミール、ではこちらを買いました。あとは卵とネギと、あと私は家ではこういうサラダチキンをよく作って
タッパに入れて保存しています。で今日はこれを使っていきますが、生のお肉しかない場合は、それを切って入れてもいいと思います。このサラダチキンは、鶏の胸肉とかささみに少し砂糖を揉み込んでから、沸騰したお湯に入れて、で、火を消して蓋をして放置します。でお湯の中には生姜とニンニクとあとネギの青い部分っていうのを入れて、だいたい 1,2 時間くらい放置したものです。すごくこれがあると便利です。本当に簡単なんですけども作っていきます。まずオートミールですね。今日はちょっとお腹が減ってるので1カップ取っていきます。鍋に入れます。お水を同量か 1.5 倍くらい入れていきます。水の量はオートミールの種類にもよるみたいなんですが、今回は 1.5 倍くらい入れていきます。これを火にかけていきます。弱火です。ちょっと音声が切れてたみたいなのでアフレコ失礼します。卵溶いていきます。小口ネギも斜めに切っていきます。あとさっきのサラダチキンですね、ちょっと大きいので指で裂いていきます。これもお好みの量です。で裂いたチキンをオートミールの方に乗せていきます。盛り付け用にちょっと残しておいてかき混ぜて温めていきます。温めたら中華だしの素、あと塩と、あと動画に映ってないんですけど白だしも少し入れました。でさっきの卵を溶いていきます。おじや風、中華がゆっていうかおじや風の料理になりましたね。はい、こんな感じになります。最後盛り付けていきます。かなり1カップ使うと多いんですよね。1人分だと結構女の子だとたっぷりになると思うので2人分に分けました。サラダチキンとネギを乗せて最後にごま油をかけています。ちょろーんとかけて黒ごまを最後かけています。これで完成です。ちょっとごまかけすぎちゃったけど、お好みで生姜入れてみたりとかニンニクを足してみてもいいと思います。今日は朝ごはんなので、ニンニクは入れませんでした。オートミールは食物繊維も豊富だしチキンを入れるとすごいタンパク源にもなるのでかなり栄養満点な朝ごはんになったと思います。はい、では作っていきたいと思います。オーバーナイトオートミールといってで混ぜて一晩冷やしておくだけの一番簡単なレシピを紹介したいと思います。こちらのオートミール使っていきます。今日はまた旦那の分も作るので2人分作ろうと思います。これをまた1/2カップ入れていきます。そしたら豆乳も入れていきます。これは、同じく1/2カップ入れていきます。オーバーナイトの場合は温めないので結構こうじんわりとオーツに浸透していくんですよね。なので同量くらいでいいと思います。本当にここからはオプションなんですけど、これにもう蜂蜜入れて蓋して一晩寝かせておくでも大丈夫なんですけど、今日はせっかくなので2種類味を作っていこうと思います。まずチアシード1分1杯分くらい。で次カカオパウダーです。砂糖が入っていないノンシュガーのものを使っています。スプーン半分くらい入れます。蜂蜜入れていきます。お好みです。で混ぜていきます。カカオパウダーには食べ過ぎ防止の機能もあるみたいなので、これ朝食べとくと結構昼間まで持ったりとかします。一つ目完成です。もう一つ私のお気に入りのこの抹茶のパウダーを使って抹茶のオートミールにしたいと思います。これもお好みで、もうほとんどないな。よいしょ、スプーン半分くらい入れていきます。でハニーですね。抹茶と蜂蜜ってすごい合うんですよ。美味しいの大好き。はい、ということで2種類のオーバーナイトオートミールが準備できました。あとはこれを、冷蔵庫に入れて一晩冷やすだけです。明日の朝また、トッピングして食べていこうと思います。はい、というわけで朝になりました。一晩経ったオートミールがこちらです。ちょっと中見ていきましょうか。はい、こんな感じでふやけております。今冷蔵庫から出したからちょっと霜が降りてしまってますが、こんな
感じにもう揺らしても動かないくらいになってます。でこっちも抹茶ですね、一緒です。かなりもったりした感じになります。柔らかくなってます。はい、ではこれに、上にフルーツを乗せていきたいと思います。で、ね、もう別にフルーツなければこのまま蜂蜜入れて、また蜂蜜入れて食べちゃってもいいんですけど、まあ今日はバナナとかドライフルーツ、あとベリーもあるので、これをもうお好みで上に乗っけていこうと思います。じゃあこのカカオの方はちょっとチョコバナナ風にバナナを乗っけていきます。もう朝だからね、まな板出すのもちょっとめんどくさいので、このバナナの上でやっちゃいます。半分くらいかな、1本入れちゃうか、入れちゃえ、今日はたっぷり1本入れちゃいます。こっちにはいつものココナッツチップスを乗せて、バナナチョコってね、もう老若男女みんな好き、絶対美味しい味だもんね。私はよくこういうオメガ3が入ってるナッツとドライフルーツの詰め合わせがあるんですけど、これをよく買ってるので、これもちょっと上に乗せます。いいの、パンプキンシードとかちょっと多めにやっちゃったりとかして、チョコバナナオートミールはこんな感じで完成にします。あと次抹茶の方、これもお好みなんですが、私はこの冷凍のベリーが好きなので入れていきます。またちょっとこの辺りの緑色のパンプキンシードを上に乗せてちょっと彩り。はい、というわけで、2つ完成しました。カカオとバナナのチョコバナナオーバーナイトオートミールです。こんな感じ、パンプキンシードとかナッツとか、あとココナッツチップス乗せてます。あとこちらが、抹茶ですね、これ私のお気に入り、抹茶のオーバーナイトオートミールです。でこれはもうお好みなんですが、ベリーを乗せています。はい、こんな感じで2種類のオーバーナイトオートミールができました。よかったら試してみてください。はい、というわけで今日は、オートミールを使った簡単朝ごはんメニューということで3種類ですね、紹介させていただきました。結構ね、オートミールはすごくお腹が朝から本当に膨れるんです。だいたい1人前2分の1カップくらい、女性だったらで十分だと思うんですけど、まあいっぱい食べたい場合はもうちょっと倍にしてみたり、あとお水の量とかもオートミールの種類によってとかちょっと吸収のされ方が違かったりとかするので、ぜひちょっとずつ自分の好みになるように調整しながら、作ってみてください。じゃあ今回の動画参考になったよっていう方、ぜひ高評価ボタンいただけると嬉しいです。あと私の動画ではこういった、まあ、今ニューヨークに住んでるんですけども、アメリカからこちらで流行ってる食べ物とか、こういった健康的な情報っていうのを、載せていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録も概要欄からしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。またね。